そう、バチ取れないんだね。このゲーム、タゲゲーが8割で、バチゲーが2割ぐらいだった。ほい。いや、10割、すべてを10割とすると、タゲゲーが6割で、バチゲーが2割ぐらいで、自力ゲーが2割ぐらい。まあ、今ちょっとバチゲーされちゃった。まあ、どうしようもない。まあ、これはまあ、割り切ってイブレイの試合内容で。まあ、いいでしょう。はい。まあ、内容は悪くない。丈夫になった時の耐え方は良かったと。これは運ゲーです。連珠獄で久々に行こう。踏み切っておけ。大海のまでしか繋がんないけど、トリニティで行こう。トリニティで行きましょう。ここも、ジェイミーに置いて、ほい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 。トリニティ地獄をしっかり組んで。ほい。ほいほい地獄積み込んで、あ、そうですね、バッチっていうのは、まあ今左側じゃない、右側か、右下のこの0パーってなってるところあると思うんですけど、これが25パー単位で増えていて、それが増えていけば増えていくほどに火力が増していくシステムですね。だから何としても、まあ、絶対は無理なんだけど、理想を言えば残り12以下になる前に 100% にはしておきたいんだ。かなり運要素が激しい、この部類なので、安定してはできないけども、75にはしたかったね、やっぱり。はい。だから噛み合いにもよります。仮にこちらが12ライン分の攻撃したとしても、その12ライン分の攻撃で相手を倒せる火力を出したとしても、その瞬間に別の人が1ライン分でも攻撃すれば、最後に攻撃した人にバッチャを渡っていくんで、まあ、そこら辺の噛み合い要素があります。ほいほいほい。ただ単に火力を作りまくればバッチが取れるというわけではありません。インペリアルクロスして、ほいほいほい。だからまあそこら辺はわりかし初心者に優しいと思うんです。例えば俺のその強さを利用して、12ライン分最高火力で、相手を倒す瞬間に1ライン分とかなんか割り込み入れれば、その人バッチもらえるんで。こういう点では、誰にでもワンチャンあるといったところか。ほい。一回タゲゲしてるから外しといて、左下究極にタゲゲしてる。全部いけるかこれ。やめとこう、ちょっと一回12ライン分いった。はい、カウンター、すげえ他人にしてる人がいる。怖え。やべえこれ。ターゲット来ねえかな。ターゲット来てめちゃくちゃ総裁当てられればワンチャンある。ナイス。これで耐えて。オッケー、ナイス。今のタゲゲーの使い方っすね。うまいっしょ。めっちゃうまいっしょ。絶望的かと思いきや、粘れば粘るほどタゲでなんとかなるんですよ、これ。よし。うまいうまい。めちゃくちゃうまいよ。
今の延命力、こういう立ち回りも大事。危ねえ。刺さるかと思った。こういうタゲゲの利用の仕方なんだよな。で、しかしバッチがないので。立ち回りは神だったけども、バッチがないからこれ危ないよ。ああいう状況でもだから諦めちゃダメなんだよ。このゲームをタゲゲーということは忘れてはいけない。0%。75欲しいな。一気に誰か倒して。行きたいところ。はい。はい。とどめにしといて。倒せ倒せ。ターゲット多いな。やめとこう。マッチが欲しいの。なんか異様になんかターゲット多い人ばっかいる気がするな。気のせいか。とりあえず組んでって。あの人はやばい。ワッチョットはさすがにやばい。欲しいな、カウンターカウンター。ナイス、50%ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。めちゃくちゃナイス。とりあえず 50% 貯めてって、とどめにして、あの人倒せれば、70には、75、ご両親は到達しねえか。まあ、でもまあまあまあ。結構溜まってって、ゴリラ剣欲しいぞ。ほい。左、右倒していいけど、右は倒されたっぽいな。倒された。倒せ、倒せ。あー、倒されたか。いってターン決定。ナイス。がっつり連組んでる人いる。はい。よし。とりあえずこれでゴリラ。タゲゲはいいぞ。さあ闇ゲー発生中。
ナイス。はあ、総裁間に合うかこれ。危ねえ。危なすぎ。バッチャ不利なんだよな。あの人タゲゲーしてる。さあタゲゲータイムだこれ。あー死んだか。いける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 けど、ちょっと待って、タゲゲーやばい。あの人タゲゲーするでしょ次。待て、落ち着け落ち着け。バッチャ不利だからな。掘って、タゲゲー。なんとか耐えなきゃダメだな。こっち入れ替えて、あの人ちょっと軽くまず、いいぜ、まあ、作ってるから、こっちに入れ替えて、倒したいな、その人。貫通したら刺さるか。刺さんでいいか。いや、刺さりそう。いやー、きついな。今度こっち入れ替えよう。こっち入れ替えて。いや、捕らえたか。ゴリ押しになっちゃった。ゴリ押しはきつい。ゴリ押しはきついって。ゴリ押しは厳しい。おっしゃー、これ成功したー。おっしゃー。いやー、このゲーム勝てんのは俺しかいねえだろ。いやー、神か、これは。これは神だろ、マジで。いやー、まず、立ち回りで耐えた場面といい、この最後のタゲゲーされたところでずっと耐えたといい、お気にするのリカバリでなんとか軽く間に合ったといい。いやー、これは、俺にしか勝てない試合なの、これ絶対。